皆さんこんにちは、歌とアコーディオの姉妹ユニットチャランポランタンボーカル妹のモモと姉はアコーディオのコアルです。よろしくどうぞ。はい、私たちチャランポランタンですね、この度、2月10日から3日間開催されるカスタマイズモーターショー、大阪オートメッセ2018に出演することが決定しました。イエーイ。私たちが出演するステージが、特設ステージカスタマイズアリーナっていうね、2月11日日曜日に出演する、我々。そうなんですよ。はい、どうですか小林ちゃん、え、車といえばなエピソード。車といえば、はい、車といえばって、だってもう我々めっちゃ乗ってるじゃないですか。うん、そうなんですよ。ツアー、全国ツアーでもガンガン車移動しますんで。フェス、フェスね、夏は夏フェスね、乗りますよね。なかったら本当にね大変なの。ちなみに、免許は2人とも持ってないんですけど。そうそうそう、免許持ってる人の車に乗ってるね。いや、あのさ、持ってない人の車には乗ったことない。マネージャーさんだったり、そう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 、まあ、友達とかね、家族とかね、あとスタッフの人とかね。はい、そうなんですよ。夜中も夜走りみたいな感じで走らせることが多いんですけど、まあ、我々ほら免許持ってない人たちはこう、なんでしょう、あのこう運転変わろうかみたいな瞬間がないから、まあ、なんだろう、こう行ってみたらちょっとなんかズルしてる人たちって思われがちなんだよね、やっぱり。そうだね、だってほら他の人たちみんな運転してるのに我々ただ座ってるだけだから、まあ、だから本当にね、あのとてつもないあのエネルギーで、あの眠気を覚ますっていう方法をね、あのいろいろやってるからね、我々やってますね。一時期は本当なんかバイセコーレースをずっとあの大声で一緒に歌うっていうことをやってましたけど、クイーンのね、車に乗ってるのにバイセコーレースってそれなんかあの運転の邪魔になってないかっていう、ね、問題がね、逆にね。いやでも、まあ、はい、結構気持ちが高まってたと思うよ、やっぱり。だったかな。夜中のバイセコーレースってなかなかないから、生活の中で、まあ、安全運転がね、全てですからね。まあ、あとね、我々結構助手席に乗ってることが多いんで、あの運転してないのにあのナビが上手くなるっていうね。おはるちゃんはねナビが上手。そうだね、私には全然目使わないからね、すげえ、ね、表札とかすげえ遠くまで見えるしね。見えるんですよね。こいつのナビはね、本当に腹立ってるやつとか2キロ先ぐらいから見えるから。目の良さです。そうそうそう、はい、だからぜひね、運転してね、なんかいろいろ必要な時には私を呼んでいただければナビぐらいはできますよ。そう、ね、眠れない夜が怖いね。いや楽しいと思うよ。楽しいかな。はい、まあそんなね、車運転はできないけれども、はい、大好きな、うん、車は大好きなチャランポランタンで、この度出演が決まったというわけで、皆さんぜひ、当日2月11日のライブも、見に来ていただければなと思います。それでは2月11日にお会いいたしましょう。チャランポランタンでした。バイ。